112パウンド弾丸越谷ジム所属、ここまで6勝4敬を3敗1分け、山内寛太。伸びしろという点ならこちらも十分。山内寛太、弾丸越谷、ミーボクサーファイター、お互いそうです。東京目黒区出身の山内、青いグローブ、広島県広島市出身、赤いグローブの田口の対戦です。画面右側が田口。いや、しかし木村選手、本当にその日本のプロボクシング界37歳でその日本ランキング入りしていないとという定年が来てしまうわけですね。7月17日が田口選手はその誕生日となります。ですからもう勝って日本ランキング入りということしかないわけですね。いや、気合いすごいですね、目がいいですね。もうそれがこう見て取ることできますね、はい、一気に前に。でも山内選手の右の当て感いいですね。いや、そうですね、まあ、当て感という点で定評があって3連勝中、ストレート、返す刀です。さあ、そうした背景もありますけれども、山本さん、はい、まあ、田口がこう山内の突進をちょっとこう見て取るような感じに感じますね。そうですね、こう冷静なのは今山内選手なのかなと思いながらも、はあ、はい、でも田口選手の勢いというものも素晴らしいですよね、まあ、そこに対しては足を使ってきます山内、左右ともにアッパーから打ち下ろしのような右ストレート。対しては赤いグローブ田口です。年齢差は13歳、年上が田口。パンチをドシンドシンと打ち込んでいくのが山内。ちょっとこう両手ぶらりのような動きも見せました。そうですね、力みがあったんで、はい、上下の振り分けした方がいいですね。ああ、そうですか、山内選手、はい、はい、フライ級8回戦です。左のグローブの位置、いろいろこれ木村選手、山内は変えてきますね。はい、そうですね、そこから右のストレート、左ボディガンム。ちょっとこれで山本さん、はい、田口の動き止まりましたね。本当ですね、なんか山内選手は全てのパンチが伸びているような、すごいなんか距離を感じる、はい、手の長さを感じるような感じですよね。そうですね、まあ、身長という点では4センチ高い165センチが山内、はい、まあ、リーチ生かすと左ボディ届いてまいりますね。これそうですね、左ボディ、でも田口がガードを固めてズンズンと前に出てきます。そこにアッパー左フック、もう一回アッパーにストレート。木村選手、山内手数もいいですね。いいですね、相手のジャムに対して右のアッパーとかも、はい、結構有効なんで、でも入りづらいですね今田口選手は。そうですか、はい、まあ、一番田口選手が嫌がるような。あ、そうですね、はい、でそういうところ、このままずるずるいったら田口さんのペースにもなって後半ですけどね、はい、なりそうな気もするんですけど、はい、残り30秒です。声を出しながら田口、左、そうですね、狙うなら左も一発、はい、打たせて狙うのが一番いいです、打ったその後、あ、こういう風にね、山本さん引き寄せてるんでしょうかね。ファイスボディー、ボディー、おー、グローブ振るって右から左、あと3秒です。ガードは固いまま田口、ここで第1ラウンド終了。おー、笑顔がこぼれています山内です。まあ、これは滑り出しよしという判断でしょうかね。ですね、山本さん、どう映りましたか戦いは。いや、山内選手のそのコンビネーションと左ボディが素晴らしいので、ただ、はい、田口選手もやっぱりちゃんとガードをされているので、まだごめんなさい、私はちょっとどうなるのかまだわからないんですけれども、はい、あの、これから、まあ、8回戦あるわけですから、はい、どういうスタイルになるのかなと楽しみです。まあ、そういう時のために木村先生がいらっしゃいますね。選手じゃなくて今ですか、はい、でも多分ですけど、はい、まあ、田口選手も過ぎてるんですけどね、ボディで多分スタミナ意外と多分削られていくんで、山内選手の方がまだ今のところ優勢ですね全然。まあ、それから木村選手のお話でありましたよね、その山内選手の打ち分け、 そうですね、それから右の当て感と、当て感がいいね、
まあ、昨年はずっと左フックをこれあうまいな、ね、あ練習してきたという、まあ、斉藤トレーナーの言葉もあります。ボディに放つで右に回って左、今思わず山本さんがうまいと、ここも動きながら左で山本さんちょっとこう触って山内は距離感取っているようですね。強い、あとは田口がどう返してくるか。執念という点では田口37歳が近づいています。一発食らわせたい。わ左ボディ右もいい、溝落ちですよね。もうあれあボディへボディへという声飛んでいます。開始から1分第2ラウンド、木村選手リズムは山内これでいいんですか。あリズムはいいですね、相手もしっかり見えてるんで、はい、相手が見えていながら、まあ、無駄打ちもないですよね。そうですね、田口選手は独特なリズムでいってほしいですね、もっと、はい、そうですね。田口に今声かけるとしたら何でしょう。あもう雑に入らないことですね。あやっぱりそうですね、もう、はい、雑に入ったらもうカウンター狙われるんで、もう相手のもうスタミナ削っていくことを言いますね、うん、僕は、はい、ゴリゴリと削ることができるか。ガードが硬い、でも一歩前に出られない。ちょっと今の右ボディ入ったな。はい右ワン、ツー、スリー、フォー、おーちょっとぐらついたところに右ストレート。今仕留めるなら言いますね、うん、68秒あります。うわ右の動き飲んでかかる。そしてパンチはしっかりと見ています。スピーディーに待ってからワンツー綺麗に入るから、はい、多分ワンツー綺麗に入るですね。え山内選手のワンツーが狙っていますか。ギアを上げてくるかのようだ。徐々に威力も増してくる。山本さん本当にこれ緩急ありますよね。弱いパンチありますもん ね、 いいステップもされてますし、ね、1、2、3、4まで出るので、はい、やっぱりその使い分けが上手ですよ ね、 ねそうですね。かと思えばこうやって足を止めてロープを背負うまではいきませんが右前に出てきたところ、田口の全身を捉えていきたい。左ボディで溝落ち、なんとか左一つ田口、もう一発。田口選手もタフだ、踏ん張る、一歩一歩まだ前に行く、小刻みに前に出てくる。それでもアッパー、すごいテクニックとスピードで山内、左ボディ、根性を感じさせる田口に一発。この表情でコーナーに帰ってまいります。どっちの意味なんですかね。ボディ入ってんのに倒れないなの意味なのか、どうですか考えると僕も笑っちゃうタイプなんで、見てますと笑っちゃうんですよ。そうですよね、はい、相手が倒れなかったら笑ってしまうんで、多分そっちじゃないかなとは。あれセコンドの皆さんには何て言われるんですか。笑うなって言われてます。そうでしたか。そうだったんだ。そうなんですよ、笑うなって言われてるんですけど笑ってしまいます。やっぱりこうファイターズハイみたいなところに入ったり、はい、気づいたら、気づいた時は笑わないようにしてます。そうですか。まだそこにはちょっとこういろいろ考えて余地があるんですね。さあまあいろいろなことを踏まえてこの後第3ラウンドとなります。8ラウンドあるフライ級の一戦、まあでも山本さん、はい、田口選手も本当に全てをかけてこうやってリング上で、ね、気持ち伝わりますよね。いやこの前に行く姿勢というものは、なんかこうご自身の、ね、熱い思いというものがひしひしと伝わりますよね、はい、これが19戦目。それでもそこに突き刺すようにアッパージャブボディ、青いグローブうなりを上げる山内カンター。山内の攻撃、これも木村選手、まあ、ギアいくつもまだあるぞというふうに見せているかのようですね。そうですね、アッパーカットも対応しています。いつも以上にいいですね、あの細かいパンチでも、はい、いろんな部分にこう当てて、はい、振って振ってしてるんで、はい、まっすぐ入りやすくなるんですね、あそうですか、はい、振って振ってその一発一発の手応え、ナイス、アッパーもある。ここも相手覗くようにしながらです。
ラーリボディ右もある、うん、首の動きもこうやって相手のパンチ見ながらですね。いや山本さん、はい、どう見えてるんですかこのラウンドは。いや、 やっぱり山内選手よく見られてますね。スウェーデンも避けていますし、小刻みなバックステップもまだ軽やかに出ていらっしゃるので。確かに。でここも一旦相手をしっかり何か観察するかのようでもありますよね。前進は田口、田口選手も悪くないんですよ、はい、いや本当に自分のペースで多分持っていけてるんで、うん、徐々に徐々にですよ、ほらもうパンチも当たり出してきてる。そうですね、田口が捉える。もうこれ多少肉を切らせてでも。そうですね、その戦略ですよね。あとはもうこのカウンターとかだけ気をつけてほしいですね、はい、いやそうですね、うん。まあ、それから山本さん、はい、もう田口の方も山内がこれだけテクニックがあるっていうのは分かってるはずですもんね。そうですよね、だから前に進みながらもよく見られているんだなと、はい、ね、うわー、ここ思い切ったモーション、スイングロングアッパーとでも言うような山内、右ストレート田口、これは油断ができないとなれば右アッパー山内、ラリー田口が返していく、時計回り後半きつい、きつくなってきますねこれ山内選手、はあはあ、徐々に田口のブルファイト、いやいいいい、ですね、はい、獲物を狙わないような絶対に諦めない、うん、その心、おでも回して打つ山内の拳、左も打つと動きをここは止めてジャーブフック、ここはバッティングにも気をつけなければいけません。時間がない第3ラウンド、あと5秒、ひたすら全身に右を合わせる山内、ここで第3ラウンドが終了しています。いや木村選手からもううーんといううなり声が聞こえてきましたが、いかがでしたか。いやこれ前半ちょっと倒せれると思って多分結構力んでパン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 いったと思うんで、はい、ここからまた田口選手がどう巻き返すかっていう、スタミナ削っていってるんで今山内選手ちょっと面白いですね。そうですね、はい、何かこう田口選手側の要素が山本さん、はい、とてもこう増えてきたような気がするんですよね。そうですね、なんか粘っているではないですけれども、徐々に田口選手のペースにもなってきているような感じはするので、はい、分からない試合ですよね。うーん、面白いです、聞かれてますよ面白いです何ですか、間違ってました、もう全然間違ってさあここから試合は中盤戦第4ラウンドです。フライ級8回戦です。あ、やっぱり赤いグローブの田口が自分から出てきますね。プロ19戦目、プロ11戦目の山内はテクニックを見せつけていますが、田口のパンチが当たり始めた第3ラウンドさあここはガードの上からでもという山内、思い切った右、まあ、ですからこのボディ打ちなどもありますが、木村選手このラウンド本当に楽しみなんですね。ちょっと楽しいですね、田口がさらに前に出てくることはやめない、もうもう、すごい、この辺りも本当にすごい、本当にもうパンチの数で言ったら山本さんもちょっと7倍8倍ぐらい、いや本当ですよね、今ね4ラウンド目なんですけど、はい、手数が多いからかすごい長い試合を見ているような確かに、いや全く、で本当にこう圧力かけているからなのか、木村選手、田口選手がこうリングの中央を取っているように見えるんですが、取っているんですけど主導権はずっと山内選手なんで、はい、右アッパーダブル、その後もある、まあ、山内としてはこれで自分の戦い方と、そうですね、はい、まあ、むしろリング中央に田口を置いてというふうに考えていいんでしょうか。そうですね、はい、まあ、あとは山内選手倒すならもう誘うパンチを出すことが大事ですね、はい、まあ、完全に相手の気をつく一撃を入れるために、そうですね、はい、欲しいですね、もう田口選手はこのまま行ってほしいですね、確かにストレートからアッパーボディ、まあでも左返します、田口ちょっと山内の顔面も山本さん今流れましたよね。本当ですね、なんかこうお互い手数は多いんですけど、やっぱり入ってるものでいうと山内選手のパンチ、ボディがよく入ってるなっていうイメージですね。確かに
腹を何発も何発もえぐっています。ですがそれを守るように顔面もきっちりとガードしながら田口前進して、田口もボディ打ちから左フック、ここですアッパーも見せてくる。ワンツースリーフォーファイブまである。山内のパンチ、あーダーリーボディフック倒れた。あと30秒、はい、逆に右フック、パンチ右ストレート、はい、一発。いやこれはこれ田口選手下振っていった方がいいな、ああそうですか、右入りますね多分、はい、左も捉えている。この第4ラウンド終盤、田口の拳も、いやそれでも山内手数でと最後、きっちりとまとめ切っています。これで第4ラウンド終了、あまぶたに負傷がありますね、田口これストレートかなりアッパー、ナイスコンビ、うん、本当にこのコンビネーションは木村選手目を奪うんですがね。そうですね、はあ、うわでも倒れない、倒されない田口、すごいど根性、ど根性 かっこいいですよね。いや全くかっこいいよマジで、この表情はティング有効なパンチによるものです。これはこのカットはパンチによるものです、今そう発表されています。山本さんどう睨んでらっしゃるんですか。そうですね、ちょっとこう山内選手の本当漫画のように入るコンビネーションに見とれながらも、はい、田口選手のこうタフさっていうものにも こっちは胸が打たれているので、本当に、はい、もう本当に絵に描いたように確かに対照的ですもんね、2人が、まあ、分かりやすい図式の中、まあ、年齢的にもキャリア的にもそう、青いグローブ24歳山内、もう今手数としてはもうこれ20倍ぐらいですよね。スタミナすごいな、うん、食らって食らって返そうという赤いグローブ田口健太、現在36歳、今年7月17日で37歳、プロボクサー日本ランキング入りしていなければ、ああ右っ危ない、丁寧になってしまう、さあ山内の攻撃がまた速度を、もう狙うならここしかないです多分、そうですか、はい、今行きたい、今行っていい、相手が来たところをちょっとカウンター狙ってほしいですね、はい、ああどうだ、ここはレフェリーが待って入っています、ドクターチェックが入りますね、ドクターチェックです、レフェリーがこれ一旦止めています。まあ木村選手これだけ打たれるとってことも、そうですね、考えられますよね、はい、心配な状態です。ただいまレフェリーの要請によりドクターチェックを行っております。先ほどお知らせいたしました第4ラウンドのどうだ、田口健太選手の続行可能ですね、まだ、となると山本さん、まあ、田口がさらに前進したいところですが ね、 ですがあと2分あります。ここ左を前に、上体を上下左右に動かしながら田口、さあこれ放送席の木村選手からは、まあこれカウンターですよね山内の。そうですね、まあ相手がこう見えていないパンチをより放っていきたいというお話ありました、かわす見えるぞとアピールするかのよう、左でまず突き刺して右のアッパー、こうして止める、右フック田口、カットした傷口も狙ってくるか山内、ストレート、まあでもこの辺りも木村選手、田口からは山内のパンチは分かっているものが多いんでしょうかね、ですから食らっても、ね、でもガードの上叩いてるんで、あそうですか、これ どこで工夫するかですね、はい、ここで、そうですよね、思いっきり打つ振りして相手のガードを固めさせて棒で打つ、外から振るっていうのが大事なんで、動かしたいんですね、動かしたいです本当に、これボディまた入ると思うんで、はい、あですから山本さん、こういうところで山内はもういろいろ考えているのかもしれませんね。そうですね、こう今のままで、はい、まあ、リング中央戦いの場が映っています、どうだ、続行はできません、
これ以上食らうと危険、そうレフェリーが判断しています。いや、そうさせたパンチの回転数勝っていったのは山内カンタです。そしてこの表情、ちょっと今聞き違いでなければこう悔しいなって言葉もありましたか、ね、聞こえましたね、言いましたよね今、はい、ただいまのレフェリー田中浩二が倒しきりたかったということが、5ラウンド2分33秒、5ラウンド2分33秒という結末により勝者青コーナー山内。いやー、倒しきりたかったでしょうが、この試合もフィニッシュ。スタートから5試合連続、今日の東京後楽園ホール、勝ったのは山内勝太です。さあ、山本千尋さんに感想から伺いましょう、はい、すごくいい試合でしたね。田口選手のやっぱりこう負けない精神というのは勝ち負けもちろんあると思うんですけれども、こちらにはすごく素晴らしい思いというものをぶつけてくださったなって感謝していますね、はい、そうですか。まずは山内選手、今のお気持ちお聞かせください。自分はとりあえず初の8回戦でなんとか、田口選手タフでしたが、まあ、TKO で勝つことができてよかったです。ありがとうございます。相手の田口選手粘り強かったと思いますが、どんな印象だったでしょう。やっぱり、まあ、前に来るっていうのはちょっと分かってたので、まあ、それに対応した戦い方で戦おうかなって思って、まあ、こういう結果がついてきてよかったと思ってます。ありがとうございます。さあ、勝ち星も KO 数も増えました。今後の抱負などありましたら教えてください。まあ、今年中にこのまま連勝してランキングを目指して頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。見事な TKO 勝利。さあ、木村選手、ランキング入りといえば、もう田口健太選手はこれで7月で定年ということにもなってしまう、まあ、残酷さも横たわる中でですね、まあ、勝ちました24歳の山内、ぜひ感想から一言ください。おお大丈夫ちょまあ思い切りの良さというところはまた ね, ね、うわーかっこいい、十分伝わりたい、身体能力が高いんですね、でもずっとこの手数が止まらないのは強みですからね、うん、本当ですね、はい、でも田口選手はかなり印象残りましたね、うん、いや本当にそうした図式の中で初めての8回戦でですね、5ラウンド2分33秒これで KO 勝利となりました山内寛太です。11戦7勝3敗1引き分け5つの KO 勝ちとしています。ようやく山本さん、ちょっとこう落ち着いたような笑顔も、はい、本当ですね、ほっとしたような、そして5試合も終わりましたけど、ね、皆さん勝った選手が次を見据えているっていうのが、はい、なんかこうこちらもやはりこう、はい、刺激をいただける言葉の数々ですよね、全くですね、はい、木村選手がうんうんと笑顔でうなずいていらっしゃいます俺それ言おうとせたんでごめんなさい放送席も争い弱肉強食と発しておりますけれどもね、でも本当に木村選手、今後も山口選手、これで4連勝です。そうですね、いいボクサーです、はい、本当にいいボクサーですね、はい、ここが気になりますね。そうですか、はい、テクニシャン